後藤茂之は、日本の政治家。自由民主党所属の衆議院議員。自由民主党長野県連会長。第二次、安倍内閣で、法務副大臣を務めた。東京都出身。千代田区立番町小学校。千代田区立麹町中学校。東京教育大学附属駒場高等学校。東京大学法学部卒業。1980年、大倉省に入省する。 入賞同期に、高橋洋一、岸本周平、寺田みのる、枝広直美紀、佐藤新一、稲垣光隆、林信光、山崎達夫、森信地から23人がいる。取税局に配属され、取税局企画調査室長を最後に退官。大倉省奉職中、アメリカ合衆国ブラウン大学大学院修士課程に留学し、経済学修士号を取得した。 1996年の第41回衆議院議員総選挙に新進党公認で長野4区から出馬したが落選。2000年の第42回衆議院議員総選挙に民主党公認で再び長野4区から出馬。自民党前職の小川元を破り初当選した。居所は諏訪市小岩通り。2003年1月に民主党へ離党届を提出。 同年8月に自民党に入党。2000年に落選し政界を引退した小川の後継者が不在であった自民党長野県第四選挙区支部長に就任する。11月の第43回衆議院議員総選挙で民主党の堀米幸男を下して再選。2005年の第44回衆議院議員総選挙で参戦。同年11月第3次。 小泉改造内閣で国土交通大臣政務官に任命された。2009年の第45回衆議院議員総選挙で民主党新人の矢崎康二に敗れ、比例復活もなく落選した。2012年自由民主党総裁選挙で自由民主党幹事長、石原信明の選挙対策本部で事務局長を務める。同年の 第46回衆議院議員総選挙で矢崎を破り4戦で国政に復帰した。選挙後に発足した第二次安倍内閣で法務副大臣に任命された。2013年10月衆議院厚生労働委員長に就任。2014年の第47回衆議院議員総選挙で5戦。2017年の第48回衆議院議員総選挙で6戦。 ありがとうございます。